グズグズしちゃいられない。僕らの手でロボットたちの暴走を止めるんだ。ナンバー8、シェイドをはじめとする暴走ロボットたちが大統領官邸を占領したとの情報が入っています。よし、準備は OK かい？System ready? Go! 大統領官邸に到着しました。まったく、とんでもない。狙撃ですが、スナイパーの反応はどこにも。シェイドの仕業だ。あいつの絵がどこに隠れてるか。シェイドはこの建物のどこかに潜んでいる。狙撃の方向を探すんだ。Come on!
が起きた途端みんな出しまった。国を失う立場にありながらこの一大事にだ。まったくよ、身勝手なもんだよな。こらよ、こいつらも思った。そんな人間どもに従うのにほとほと嫌気がさしちまったのさ。だからよ、俺がこの国のトップに立ってやる。そうすりゃロボットはみんな自由だ。あらあら、ベック、お困りのようじゃない。ここはお姉ちゃんの出番かしら。この程度で私を足止めしようなんて、なめてんじゃないわ。このままじゃラチが開かねえ。場所を変えるぜ、犬から。決着をつけようじゃねえか。なあ犬から、おめえさんは自由になりたかねえのかい。わからないけど、博士はみんなを困らせてまで自由になりたいとは思わないよ。まあそう思うのもおめえさんの自由か。だが俺の邪魔するってんなら、食うてもらうぜ。ここだぜ。おいおい、ここだぜ。あばよ、ここだぜ。ここだぜ。あばよ、ここだぜ。ここだぜ。あばよ、ここだぜ。ここだぜ。踊ってみな。あばよ、ここだぜ。おい、おい、あばよ、ここだぜ。あばよ、ここだぜ。ここだぜ。あばよ、ここだぜ。これだけの力があってよ、なぜ人間どもの命令に従う。違うよ、僕自身はみんなの暴走を止めたいんだ。次は仕留めるぜ。分かる、踊ってみな。あばよ、わかるかい。踊ってみな。あばよ、わかるかい。踊ってみな。あばよ、ここだぜ。もう一回会おうぜ。次は仕留めるぜ。
わかるかい？わかるかい？あばよ！わかるかい？あばよ！わかるかい？踊ってみな。あばよ。ここだぜ。もうよ。よく会おうぜ。次は仕留めるぜ。わかるか。踊ってみな。あばよ。わかるか。踊ってみな。あばよ。わかるか。お願いだ。正気に戻って。歌詞を作っちまったかな。なあ、ベック。Mission Player。なんだって？それは確かなのか？ああ、今回の事件の原因は私だ。正確には私が過去に研究していたロボットだな。 CDN1201 トリニティ。他のロボットの機能を学習し成長するロボットだ。暴走したロボットたちのプログラムの中にほんのわずかだが共通する部分を見つけたんだ。見つけて驚いたよ。それは紛れもなく私が書いたものだったからね。待てよウィリアム、おかしいじゃないか。そいつの研究は打ち切られたはずだろう。当時のチェリーダイナミクス最高技術責任者、他ならぬドクター・ブラックウェルの手によってだ。それがきっかけで君はうちに来てベックを作り上げたんじゃないか。そうさ、奴はトリニティの可能性を認めなかった。ただ危険だと。それがなぜ今になって。ねえ博士、大丈夫？ああ大丈夫だよベック。サンダー、少し考えを整理させてくれないか。君は残る一体の救助を頼む。ウィリアム、グズグズしちゃいられない。僕らの手でロボットたちの暴走を止めるんだ。